Oh. 終わったね。Gone. ありがとうを交わし合うのもいいけど、ここはスッキリ行こうか。そうだね。何の話だ？そろそろ私たちの旅を終えますって話。いや、エンド。Before I enter the final dungeon, let's see if there's any other. I remember seeing a character quest right over here at the beginning. Yeah, there's quite a number of character quests right over here. Let me do this first before I enter the final dungeon. Right over here.ここでいいのか。ライザたちに初めて会ったのがこの森だったね。懐かしいな。データイムオルムサイ。オルムサイ、イスディインド。That was sure. これで平気だと思うんだけど、これで平気だと思うんだけど、力になれたか。Hey, we have our faithless.Character quest right over. なんだ、ライザか。最近涼しくなってきたよな。もう夏も終わりだな。レントは何してたの？ああ、ライザも感じているだろう。今回の冒険もそろそろ終わりが近づいてきたってことをさ。まあね、なんとなく。島を見ていたのさ。え？次にこの景色を見るのはいつなのか。また見ることはあるのか。そんなことを考えながらな。そっか。ま、先のことを考えるより、まずは目の前の冒険をきっちり終わらせねえとな。Side story is done. Next. Straight. Make. Right. Turn. And I am definitely gonna miss this series once I am done with my playthrough.I would say it's been a journey, man. I would say it is. Even though it's been a rough first half for this game. 空剣島がいなくなら、俺の里はどうなっちまうんだ。 It's been a journey, I would say. And to think that this might be the very last time. あいつ、話を聞いてみるか。采配は任せ。
thinking that this might be the very last time I'll be playing as Ryza. I'm gonna miss her, and I'm gonna miss the gang. I will see. And as much, I know some of you guys out there want to see me her original outfit. I personally love this. This is my favorite outfit of Ryza among all the outfits that they provide. But I'm gonna clear this game while she's wearing this outfit. End of story. Let me have a conversation with Mama Ryza if you guys don't. Because I still have no idea how to get Len's final stage weapon. There you go. Synthesize these divider. そういえば、溜め込んだ書籍を整理しなくちゃいけないんだった。Alright, Mama Ryza. 確か実家に送ってるんだったか。そうでもしないと足の踏み場がなくなるんですって。はい。Let's check out this. What do we have right here? Oh, Tao.何してるの？ああ、ライザか。部屋の片付けだよ。散らばってた本の角を踏んづけてね。その勢いで転んでついに怪我しちゃってさ。これを機に一気に部屋を片付けることにしたんだ。ようやくやることにしたのね。人ごとのように言ってるけど、ライザも人のことを笑える立場じゃないからね。ええ、ライザの部屋だっていつ見ても散らかっているからね。たまには掃除をした方がいいと思うよ。うん、私のことは別にどうでもいいのよ。私だって自分では綺麗にしてるつもりなんだから。人の部屋になるとどうして散らかって見えるんだろうね。ほんと全くだよ。不思議でしょうがないよ。僕、空剣島で生まれ育って本当に良かったと思う。どうしたの急に。以前は退屈な島だと思うこともあった。王都に行ってからはその思いが強くなることもあった。でも何もないこの島だったからこそ、自分のやりたいことが明確になったとも思えるんだ。もし王都とかで生まれ育っていたら、ただ漠然と生きていただけかもしれなかったよ。だって王都は何でもあるし、何でもできるからね。何も考えずにいたら簡単に流されてしまう。それはそうかもしれない。私も錬金術師にはなってなかったかも。この先僕がどこでどう生きていくかなんてまだ全然わからないけど、この島のことは忘れないと思うよ、ずっとね。うん、私もね。Okay. Outside story done. Oh, it's right over here.
Right. On to the next character quest. I believe the remaining ones are Claudia and Boss, if I'm not mistaken. Have I done Lila's one yet? Holy shit. Heard before all that. Let me have a conversation. 島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。オート行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからな。No cooking fruit? Are you serious? There it is. これでいいかな。インプ。Where is the next quest? Okay. Let's just walk right over there. Speaking of which, by the way, I am definitely planning. Earth 軍との影響で大変だって村の連中も困ってたな。早く解決してあげたいところですね。どれだけ急いでもわからないことはある。焦らず確実に行こう。Screw it, I'll just teleport. なるほど、いいんじゃないか。As I was saying, 空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。Mine. Yeah, Claudia. そろそろ島の問題も解決が近いのかな。いやー、まだわかんないけどね。でもゴールには近づいてると思う。そしたらまたお別れになるね。私も紹介の仕事があるし。クラウディア、またどこかで会えればいいけど、だんだん難しくなってるよね。みんなそれぞれの人生を歩んでるからね。そうだ、一つ思ったんだけど、私たちがこうしてそれぞれの人生で交差していた時があったっていう証を未来に残さない？証？おかしいねえ。そう、例えば思い出を詰め込んだ箱みたいな。開けることはないかもしれないけど、ずっとみんな一緒の場所にいるっていうイメージで、どうかな。それいいね。それならみんなに今の記念品みたいなものを持ち寄ってもらって、詰めてどこかに埋めない？いいね。だとすると簡単に掘り出されないようなところがいいか。そうだな、農場あたりがいいかも。何を入れたらいいかな。私も良さそうなものを探してみるよ。タオ君やレント君たちにも話しておくね。分かった、よろしくね。私もアトリエに戻って何用意するか考えてみよっと。え？これ、right? I just triggered a
a character quest. Hold on, there's one more character quest right around here. Maybe this is Lila's quick quest. Sorry, character quest. Naisa ne-chan! ちょっと相談があるんだ。聞いてくれる？あれ、どうしたの？実は俺、秘密基地を作ろうと思ってるんだ。あ？秘密基地、いいじゃん。でもどうして私に？ライゾ姉ちゃんならいろんなこと知ってるし、秘密基地の作り方も知ってるかもって思ってさ。ふっふん、そりゃあ当然作り方は知ってるけどね。やっぱり。でも秘密基地って私が作り方を教えたら秘密基地にならないんじゃない？あ、そうか。でも俺作り方わかんねえ。うん、うん、これは独り言なんだけど、まずどういうものを作りたいか考えるといいかな。で、その作り方を想像してみると分かりやすいと思う。どういう材料が欲しいか、それをどう組み合わせたらいいか。俺、なんか分かったかもしれない。ありがとう、ナイザ姉ちゃん。あ、リラさん見てたんだ。なんで笑ってるの？いや、何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思ったのでな。前にも同じようなことがあったなと思い出して、錬金術師の思いは確実に受け継がれたと感じたんだ。何のこと？気にするな、こちらの話だ。これからもずっと良き錬金術師でいてくれ。Hey, the side story done. Just teleport. ここにしよう。空剣島に来るときはいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが。This is definitely.Boss? あ、ライザか。何してるの？自分の家のそばでくつろいでいたらおかしいか？そういうお前こそ、なんでこんなところまで来たんだ？いや、なんとなく。お前らとの冒険、楽しかったぜ。え？俺は家のこともあるし、もうこんな冒険をする機会もそうはないだろう。だから今回の冒険が最初で最後かは分からんが、お前らと冒険ができてよかった。恥ずかしいから言わなかったが、ずっと羨ましかったんだ。ボース、ほら、くだらねえ話は終わりだ。体を休めたら冒険の再開だ。湖に浮かぶ島か。わらわの里もフィルフサ対策にこうするべきかもしれんの。いずこへ向かうのじゃ？うん、いいね。Heading over here anyway。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。Am I not supposed to trigger a character quest right over here?必要なのは、
be much better if I do it. どのくらい作ろうかな。よし、行け！完璧、完璧！必要なのは、何作ろうかな。What? Rocks claws? What the heck am I supposed to do? What? Let's do this. Come up with ideas for a memento in the atelier. Buddy, I am in the atelier.Always supposed to go upside.島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。オート行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからな。見たいものがあちこちにあるな。少し道から外れてもいいだろう。これで平気だと思う。なんとかなってよかったです。これも使えるのか？とりゃいいもの手に入るかな。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。どんな素材も無駄にならないからね。よし、取れた。これ本当に使うの？どこに行くの？思い出を詰め込んだ箱、記念品か。はあ、いいものが思いつかないな。ここなら何かあるかなと思ったけど、特にこれといったものはなさそうかな。そうだ、
私の部屋になら何かあるかもしれない。全然片付けてなくて、いろいろ放り出してあるし。よし、部屋に行ってみるか。何かあるかもと思って来てはみたものの、やっぱりいいものはないかな。そうだ、これだ。あ、私は中に入れる何かじゃなくて、いつまでも朽ち果てないような入れ物を作ろう。どうせみんな好き勝手にいろいろ持ってきてしまいきれないってなるんだろうし。我ながらこれはいいアイディアじゃない？私ってあったまいい。そうと決まれば早速作らないと。みんなの驚く顔が楽しみだな。Indestructible box。行き先は決まっているのか？ふむ、面白そうじゃね。この森、うちの里とは違う匂いがする。かすかに甘い感じの香りだ。メルイメキントアイテム。This is…何作ろうかな。 What? Oh, come on. I have to make the eternal monolith. Let me focus on the lizard divider first. どこに入れよう。入れる場所は、材料は、でも考えすぎかな。何入れようかな。材料は、入れる場所は、材料はレベルアップ。入れる場所は、何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。入れる材料は、材料はどこに入れよう。 The bottom? I figure something. 何入れようかな。どこに入れよう。こんな感じかな。よし、行け。できた。 I made two units. Excuse me? How? Oh, right.Completed. What happens if I review one of them swords? どう強くしよう。
どこに入れよう。材料は、考えすぎかな。これも再利用よね。カテゴリーメタル。これは。Oh, it's stone. Gemstones. Oh, man. Come on. Never mind. Let me rebuild one of them. What's first? どう強くしよう。どこに入れよう。何入れようかな。What am I doing? I don't want to waste it. 考えすぎか。鍵の出番ね。考えすぎかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は、
やろ。どれにしようかな。これでいい？よし、いけ！完璧、完璧！ Okay, here's the note. How do I slot in the super trait? The super trait. The soul master super trait into.Holy 1000 HP. High supporter, high attacker. High defender, okay.Got a defender already. Attacker. Attacker, breathe.Extra battle. All right. Okay. Gemstone and water. What is this one? Fuel. Definitely not this one. I can't stop in this one.何入れようかな。入れる場所は、材料はどこに入れよう。必要なのはどれにしようかな。このモノリス。Okay. Can I do this? Me do the. 入れる場所は。入れる場所は。材料は。
何入れようかな。材料は、材料は考えすぎかな。どれにしようかな。オッケー。How do I slot in the sword master into? どう強くしよう。必要なのは入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。This is either ingots or metal.これも再利用よね。どれにしようかな。Yeah, I have an idea. Let me just make the tunnel monolith first. どこに入れよう。入れる場所は。考えすぎかな。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は。What is effect field? Oh, I can make the water mango, but I don't have the freaking barbaric horn whistle. I don't have that.Effect spread? Oh, I got it. 何入れようかな。考えすぎかな。どこに入れよう。Need this? Nah, I'll keep it as a kid. Material can, 解放! 考えすぎかな? Are you?入れる場所は鍵の出番ね。鍵の出番ね。This is this one.の力、期待してるよ。どこに入れよう。何入れようかな。エチュード。入れる場所は。材料は。I don't think a super trade slot is. 材料は。Am I special? Are you? どこに入れよう。
いい感じじゃない？よし、行け！できた！何作ろうかな？ Now, let's make the indestructible box. 入れる場所は…何入れようかな？材料は Just use one of these. 入れる場所は何入れようかな？ Wait, this one has effect? No, it doesn't have effects. Wait, why was I thinking? 考えすぎかな？どこに入れよう。アイス。入れる場所は。Let me focus on effect tree. 何入れようかな？考えすぎかな？マテリアル感解放。鍵の出番ね。考えすぎかな。考えすぎかな。何入れようかな。考えすぎかな。どこに入れよう。あ、え？何入れよう。考えすぎかな。入れる場所は何入れようかな。鍵の出番ね。材料は入れよう。何入れようかな。考えすぎかな。材料は考えすぎかな。材料は何入れようかな。So one unit of indestructible box. What the hell? Wait, please realize. Yes, できた。これなら大きさも申し分ないし、なかなか悪くないんじゃないかな。みんなもそろそろ候補を決めたかな。農場に行ってみるか。Head to the secret spot on the farm. Wait. There's, I want to review one thing. どう強くしよう。入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。No, not metal. No.何入れようかな。
Nope. The answer is nope. Because it's not highlighted. 考えすぎかな。Means I have to bring my butt right over here. Hmm. 素材集めと見たが、ここ、このまま放置しておくから、魔物がうろつくことになるんじゃ。どんな素材も無駄にならないからね。慌てなければ大丈夫だよ。我々で蹴散らそう。パトリッツィア、腕を抜いて、皆さん、いや、一緒に戦います。今なら鍵が作れるかも。遅い。ライザー、まだ。ああ、まだ。今なら鍵が作れるかも。そこだ。あたしたちの勝ちだね。危なげない勝利だ。ほう、面白そうだな。なるほど、陸路もあるのですね。こちらを使った交易も考慮しましょう。やめて。Because it's for this. Yeah, it's for this quest. Len, when Len and Dian are in the party.Or a critical hit in the in battle. Oh, どこ行くんだ? One thing is that. Only this one. さあさあ、集めちゃいましょうね。いずこへ向かうのじゃ。ここでよろしいんですか。こんなものが突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。あ、帰ってきてる。お土産も持ってきてくれてるみたい。さすが。え？This is level 50 Puni.さてと、何をしよう。さあ、召し上がれ。冒険、楽しんでくるのよ。What about you? あ、帰ってきてる。お土産も持ってきてくれてるみたい。さすが。え？さてと、何をしよう。さあ、召し上がれ。いってらっしゃい。気をつけてね。レミー。とりあえず一休みだね。いつまで休もうかな。
This might be the last time see Ryza sleeping. さあ、出発。どこに行くの？少しのんびりできそうですね。空剣島に来ると、ただいまって言いたくなっちゃうんだ。歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。えい！Come on, let me go meet up with that one person again. That's okay. あの人、少し気になりますね。Nope. Let me go meet up with this woman in pursuit of the ultimate again. For heading over to the secret spot on the farm. 空剣島がいなくなら、俺の里はどうなっちまうんだ。Yes, the game. Huh? Does that mean I have to head over to Clearia region? この辺りはフォーレより海が身近な場所だな。島ばっかりだからね。今度泳ぎに行ってみる？Might head over to Sardonica. Continue on with that. Varaa の里もフィルフサ対策にこうするべきかもしれんの。Yes. じゃあ始めますか。みんな持ってきた？持ってきたぞ。こんなものでいいのかわからんが、一応な。私もささやかですが、それじゃ順番に行ってみよう。僕はこれ、最近読んでいた本なんだ。この先そんなに持ち歩くような本じゃないから、今を残しておくのにちょうどいいかなと思って。俺はこれだ。そろそろ新しい剣を下ろしたいと思っててさ、使わなくなったやつを捨てるのは忍びねえからよ。ごめんレント、気持ちはわかるけど、それはちょっと大きすぎて入らないかな。え、そうなのか。じゃあこれにするか。おお、アベング。そういうライザは何にするんだよ。私は結局これっていうのが思いつかなかったから、みんなの品を入れる箱をね、簡単には劣化しないようになってる箱を調合して作ったんだ。だけどこの箱にその剣は入らない。なるほどな、そういうことならまあ仕方ない。私は自分で描いたみんなの似顔絵を持ってきたよ。え、似顔絵ですか？おお、これはなかなか上手だな。すごいです。クラウディアさん、こんな特技を持っていたんですね。まさか、わらわの絵まであるとはの。なぜ私とアンペルだけ同じ紙に描かれているんだ？そっか、前に絵を描くって言ってたのってひょっとして。喜んでもらえてよかった。うん。やっぱり今を残すのに一番いいのはこれだね。OK、あ、ダニエル。さて、これで埋め終わったよ。今更聞いても仕方ないけど、
入れ忘れた人はいないよね。おい、段取りがおかしいぞ。まあまあ、ということでみんなありがとう。お疲れ様でした。これでみんなバラバラになってもみんなの思いはここにずっと集まって残っているよね。私からもありがとう。私ずっと忘れない。That's the end of Kaoria Sai story. はい。いずこへ向かうのじゃ？おさいストーリーはいる？どこか行くのか？あのいる？どこへ向かう？パパ、アンダーウォール。どこに行きますか？Hold on. Let me head to the Meteor Castle again. 荷物持ちくらいならしてやろう。 Because I am not satisfied until I get my hands on the Sword Master. 本当にいろいろな遺跡が残されているんですね。ライザなら有効活用してくれるよね。鍵を準備しておいてよかったですね。どこ行くんだ？ Back to the Atelier。 お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。これも再利用よね。Still 12. Damn it. Okay, definitely not this one. Ne, doko ni iku no sa? Let me head to the mine again. Narudo, koko de iin desu ne. Koko tte kekkou yoku tsukau basho nan da yo ne. Sozai yatsume no imi de da kedo.とりあえず集めておくか。アルトラスキル。Definitely not D。どこに行きますか？なるほど。ここでいいんですね。もう竜はいなくなったみたいだけど、結局魔物の巣窟に変わりはねえんだな。いいもの手に入るかな。The basket again. Rakshasa sure strike.どこに行きますか？ We head to the underworld. ここがいいな。あれ？
れがわらわたちの暮らすウィントルじゃ。気に入ってもらえたか？戦う準備はできています。 Yes, they trigger. 俺一人で十分そうだな。リアン、無茶はしないでくださいね。コベリーガー、怪我するなよ。頑張ろうな、ライザネ。よっ、どうだ。ライザネ、頼んでいいか。ライザ、頼んだ。Oops! Ryza freeze for a moment. やばくなったら言えよ。こいつでどうだ。おっしゃ、俺たちの勝ち。Right? You sure can rest for a while? In boss.これも使えるのか？ライザなら有効活用してくれるよね。それ。Let me do a wee bit of farming before I head into the final dungeon. いいの、手に入るかな？Wait, it's supposed to be this thing. どんな素材も無駄にならないからね。Supposed to go for the rainbow gemstone, but I ended up I'm supposed to go for the element, but I ended up getting the rainbow gemstone, which I don't really need anymore. Silly me. さあさあ、集めちゃいましょうね。行き先は決まっているのか？面白そうだな。歴史があろうと誰も管理する者がおらねば、あれ放題のただの廃墟じゃな。なん。This is hot. ここでよろしいんですか？なるほど、陸路もあるのですね。こちらを使った交易も考慮しましょう。どこへ向かう？紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。どう強くしよう。Ingot and metal. This is hard. And the worst part is you cannot transfer the swordmaster into the grand organ. Is it ingot or metal?これも再利用よね。I need this. Need this anymore. 使って大丈夫だよね。よし、行け。できた。どこに行こうかな。Let me just try a few more rounds.ここでよろしいんですか？もしもまた竜がいたら、その時はあの時とは違うところを見せてやる。ウィッ、何竜？こんなところに行くのか？俺もこっちの方は詳しくないんだよな。
もともと用事もなかったし。とりあえず集めておくか。荷物持ちくらいならしてやろう。へえ、前はここに竜がいたのか。俺も戦いたいな。ライザなら有効活用してくれるよね。新炎上IT Master, okay. I don't think I have that one yet. Banshō の大典に関係のある島か。興味深い場所だ。High Defender, Excel Battler, Wave, Alchemist. Wave, Alchemist, and Playmaker. Okay, I'm pretty sure I have these three. Playmaker, I didn't unlock. Excel Battler. Mighty Master, I don't think I've unlocked.Increases damage reduction. Let me make more. Means I have two models I need to unlock. これも再利用よね。No one.I'll just head over to the final dungeon. Now let's just head over to the final dungeon. ねえ、どこに行くのさ。 I'll just head over to the final dungeons. ここがいいな。 Right. この場に同席できたことを光栄に思います。三つ葉、先へ進みましょう。ライザなら有効活用してくれるよね。No sword master, screw you.Take it nice and slow exploring this area. Leave a muscle pit. Left. No. Let me hit right first.
ところまで来ることになるなんて、町を出た時は想像もしてなかったです。あとはもう俺一人で十分そうだな。ダイさん、スイッチをやってやろうぜ。そりゃもう終わりそうだ。一人突っ走らないよ。おい、どうだ、今なら鍵を作れるんじゃないか。終わりだ。くらえよ。しゃあ任せろ よボス。くらえてやる。守りが解くぞ。とどめだ。今なら楽に倒せそうだ。おやるじゃねえかボス。痛いぞ。私の力使ってください。よっ、ジャー、俺の勝ち。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。うむ、おりゃ見事じゃ。どうだ、邪魔だ。こいつでどうだ。こいつでどうだ。おりゃ、くらえ。おりゃ、おりゃ、今なら楽に倒せそうだ。いい修行になったぜ。 NEXT。 俺一人で十分そうだな。よろしくお願いします、ライザさん。これで押さ、フグリーファン、こいつの一発、最後の一発、ボス、任せるよ。俺の勝ち。今なら鍵を作れるんじゃないか。こいつでどうだ。ボス、任せるぜ。止めてみろ。貴様を切る。おりゃ、クリションのステイ。よし、こいつでどうだ。やりますね、ボスさん。おりゃ、行くぞ。くらえ。どうだ。下だ。まだまだ。全員手を出しろ。頼むぞボス。任せろよボス。俺たちの勝ち。そうですね、きっと私にとっても。 Sorry for cutting the invent. Gather ingredients of the animal material category. Alright.Okay, boss. Back to Patricia. あ、大切な経験になります。I'm supposed to hit over here? トリャー！ 俺一人で十分そうだな。ディアン、やっちゃおう！頑張って！大座で！フィジカルライ、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 フィジカルライ。あの、今なら勝利を頼むじゃないですか？お願いしていいか？決めます！やべ、どうだ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。仕上げます。おりゃ、こいつは痛いぞ。よっしゃ、私の力使ってください。今ならこいつ弱っちいぞ。少々不安もあるが、よくやったなディアン。ふっ、キル、よし、こっちのは倒した。覚悟するディアン。こいつでどうだ。ふっ、おし、俺たちの勝ち。危なげない勝利だ。ウィン。Okay, let's find the landmark over here.It up. Which way is it? 開けられたな。
わお、俺一人で十分そうだな。一緒に戦おう、セデリーカ。一緒に戦おう。お願いパティ。どうだ、頼むパティ。鍵を作れるんだ。お願いしていいか。よっ、カタマスの際とどめだ。おい、頼むパティ、お願いしていいか。やばい雰囲気だぞ。すまね。じゃあ行くぜ。終わりだ。よっ、どうだ、俺の勝ち。炎、強力な攻撃が来そう。全員守りを固めろ。問題はありませんでしたね。みんな無事でよかった。エックス。こいつらの余裕ね。あまり無茶しないでね。じゃあ、これでおしまい。パティ、終わりだ。しっかり俺についてこいよ。お願いパティ。あの、今なら鍵を作れるんですか。あ、なんだパティ、俺に任せろ。That was fast. いい修行になったぜ。俺一人で十分そうだな。フェデリーカ、怪我するなよ。どうだ、無茶はしないでくださいね。お願いパティ。あの、どうだ、今なら鍵を作れるじゃないですか。パティ、お願いしていいか。決めます。いや、くらいっすね。どうや、終わりだ。仕上げます。行くぜ、出るよ。いい修行になったぜ。Do the tough way right now. Okay. How do I head to that side of the...That's over here. 荘厳なのに気味が悪い。不思議な感覚がするな。それだけここが特別な場所ということだ。何が出てくるかわからないってことでもある。You wanna fight? いかんわ。十分そうだな。あまり無茶しないでね。よっ、ディアンキー。どうだ、どうだ、パディ。やきよ。追い狩り、俺についてこいよ。わかりました、ライサさん。どうだ、頼むパティ、お願いしていいか。やべ、みんな気をつけろ。分かった、とんでもねえ攻撃が来るぞ。俺に任せろ。 I mean enemy down, sorry. 俺の勝ち。こいつでどうだ。止まっちゃダメ、続けなきゃ。くらえ。問題はありませんでしたね。なんだ、なんだ、雑魚じゃん。メントリーは危ないぞ。暴れてやろうぜ。いや、フェデリーカ、頼める。よっ、はい、フェデリーカ、いいわ。ごめん、フェデリーカ、思いませんか。フェデリーカ、決めなって。おい、フェデリーカ、やるな。決めましょうか、みんな、気をつけて。勝ちましたね、皆さん。なんだ、雑魚じゃん。ダメッ、一緒に戦おう、フェデリーカ。フェデリーカ、あ、フェデリーカ、頼める。よっ、私に会っていれば。ごめん、フェデリーカ、もう頼んでいいか。いかがでしたか。じゃあ任せな、フェデリーカ。もっとよく見たいですか。やべ、みんな気をつけろ。寝てみろ、とんでもねえ攻撃が来るぞ。こいつは痛いぞ。よし、こっちのは倒した。力を与えて。やるじゃねえか、リア。俺も負けてられないな。行きます。どう、よっしゃ、こっちのは倒したぜ。フレントさん、届いて。どうだ、くらいっすね。どうや、終わりだ。なんかよく見たいですか。おい、激しいのでご注意を。やばい雰囲気だぞ。よっし、俺たちの勝ち。Okay. What's next for... Defeat a Wyvern monster when Len and Leela are in the party.
message to Ampel for what? Oh dear, he's... Unfortunately, I didn't properly build Ampel, so... I didn't properly build Carla as well. Let's go with Tao. I built Tao. Nobody's. Tao is fast in air, by the way. Yeah, like I said, he's fast in air. Tao is fast AF, I will say this. He's literally the assassin of the... Yeah. Let me try to figure out how to head over to... I need to keep an eye on the damage though. だいぶ弱ってるみたいだ。あいつから鍵が取れるんじゃない？お願いするね。これで作れるかも。これでおしまい。ちょっとあげるよ。まだまだ。持ちなさい。ライザキック。Okay. 私たちの勝ちだね。ま、この程度余裕よ。油断はできんぞ。ニラさんにいいとこ見せるね。ライザキー。共に戦えるの嬉しく思うぞ。お願いできる？任せてよ。ライザ、だいぶ弱ってるんだ。あいつから鍵が取れるんじゃない？And these wavelets? Hold on. Hold on.そいつでどうだ。燃えろ。みんな大丈夫だった？Okay. What's next for boss? Execute key creation during battle. When executed by boss. Huh. Interesting.Better be clear. Okay. Break. Boss. It's definitely not this way. Why were you?Not over here. すべてが始まった場所。そう考えることもできるかもしれないな。錬金術をめぐる因果の震源地。Oh, look, there's a bedroom over here.この目で見届けないとね。
な。Gosh, this is a freaking maze. 冒険が終わるね。ああ、俺たちで終わらせるんだ。Rider, stop. いつ何が出てきてもいいように、最後まで集中力は切らさないようにしよう。Figure how to head to that one landmark. Not here. Wait. Oh, take it. 気をつけろ。ボス、一緒に戦おう。だいぶ弱ってるみたいだ。いや、あいつから鍵が作れるんじゃない。任せたぞ。頼む。くらえ。くらえ。どうだ、こいつでどうだ。くらえ。当たれ。燃えろ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。もう終わりや。無残だ。来ねえならこっちからだ。マイゴイ、フレミングチョン。燃えるがいい。私の力、使ってください。そこだ、連続。くらい。まだまだ。終わらせる。もう終わりだ。当然のことだ。さあ、次に行くぞ。はい、フォーカス、フォーカス、フォーカス。Yeah, it's right over there, but how? How do I even hit right over here?待ち受けてるんだろう。何が待ち受けていようと関係ないさ。道が塞がっても私の鍵で開けてあげる。It has to be me to hit right with it.That's a lot of jumping though, at least it is. ここが無数に連なる因果の最果てだ。見届けよう。何があってもこれが最後だ。Wait. Excuse me?
Wow. 部屋でしょうか。わお。家具が置いてあるから、多分な。居住区画だったのかもしれん。Order just to bring my ass right over here. Genius. これがライザの新たな力か。Well, guess I'll make more keys than that.とりあえず集めておくか。Now I can leave this place.I'm not interested in you. Oh. Too many jump. Hang on a second. Wonder which one are the wyverns? The wolves are medium?Oh, they're worm. And the wyvern? You know, these are also worm as well. Which one are wyverns? Oh, please do not tell me the big ones are the wyverns. Wait. The worms, though. I don't get it. I don't get it.Wyverns are definitely not here. Scorpion, hedgehogs, they are worms. These are roadrunners. Chameleon.The boss type of monster. Oh yeah.Sesame, food. Scorpion. You know what? Back to my OG teams. Sure, and... Is that right here?
Right, on to the next area.私は皆のような大義はない。それでも越えなければならないということはわかる。みんなが同じ方向を向けるなら私はそれでいいと思います。俺もだ。よし、行こうぜ。こいつらの余裕ね。行こう、エヴァ。そこクラウディア、もう一緒にやってよ。私の戦略だよ。行くよ。浮かすよ。見えた。もう一度。逃げられないんだから。テレリーカ、頼める。私弱っているけど、任せて。任せて、テレリーカさん。テレリーカ、どう？任せて、平気か。止め、捉えた。勝ちましたね、皆さん。この調子で行こう。Has been opened. You done? Fortunately, it's only one. Yes, I'm not going to be able to get some secret. I'm going to be able to get some secret. I'm going to be able to get some secret. I'm going to be able to get some secret. We won. Monday night.Moving forward. I see shimmering materials on there. Shimmering material.There's no sword master. So-ko! Now, what happens when I go here?Oh, I'm supposed to head back to base camp.At the base camp. お前の鍵で道を切り開いてくれ、ライザ。もちろん。開けられない扉はないからね。いつにも増して頼もしいな。
What? What happened? Wow, I got staggered just like that. Let's keep moving forward. この標識、工作室って書いてあるよ。工作室。今さら手がかりもないだろうけど、一応探ってみようか。一応ってんなら、ちゃんと警戒しとけよ。彼らの施設にしては、普通の場所ですね。あの最後の住処を除いて、初めて人間味を感じます。そうだね。ここに感じるのは、いい悪いは別にして、人が何かを頑張ったことの後かな。作ることの熱は時を超えて残るんですね。ライザネ、アンペル、これって二人の使ってるなんとかじゃないのか。奴らもやはり同じ錬金術師だった。その証拠だな。正直嬉しくはないかな。それにしても、あちこちに研究の跡が残ってるね。転移の研究もここで行っていたのかもしれないな。どうしたのパディ？いや、その、大丈夫。そこに刻んである文字は悪い意味じゃないよ。じゃあ帰ろうとか、行こう、出ようってのもあるね。リラさんの推測で間違いないみたいだ。彼らはここにいたくなくなったんだね。何でもできてどこにでも行ける。たったそれだけの人気な檻だからな。それにしても誰も帰らなかったって、故郷なのによほど嫌われてたんだな。ここには故郷と感じさせるものが欠けておるからの。ただの便利な機械の塊よ。連中も身一つで飛び出したわけではないだろう。ここで培った錬金術やその成果を携えていたはずだ。使い方次第じゃ大金持ちかお偉いさんにはなれそうだな。神代の民はそういう技術を持ってあちこちに去っていった。その一部をクリント王国の人たちが継承して今につながっているんだね。ここは何かを作ってた場所みたいだ。うん、多分工房じゃない？使えそうな道具は何も残ってないけど。 Go to the deeper spot。これも使えるのか？ Is it possible to perform? No. The answer is no.
Moving forward. これを一から人が作り上げたとはなかなか信じがたいね。文字通り人並み外れた技術ということだな。時に想像を超えてくる。それが over here. It's curious. Buddy, how tall is this ladder? All that for nothing. Again, this is the maximum that I can do. 敵も強い。意志と覚悟が試されますね。ここまで来れば後には引けないな。最後までよろしくね、みんな。The next area that I have not explored yet. What's this? Hotsui. というより熱い。なんだ？あのものすごい勢いで流れてる光は他の機械よりすごく大きい。これだ。動力炉なんて非効率な機械を作らず、力に満ちた世界から直接力を取り出し転送する。ただそれだけの、でも門を自在に操る彼らだからこそできる革新の技術だよ。門さえあればそんなことまで。そしてまさにこれが万象の大天一派の使う全ての機械に動力を送り続ける根源だ。標識にあった名は無限の心臓。まさかキャツラの心臓に迫る日が来ようとはの。要するにこいつをぶっ壊せば全部片付くんだな。やめなさい。何でもかんでもまず腕づくから考えるな。我々が立っている床も乗り込んでいる都市自体もおそらくはこの動力によって維持されているんだぞ。つまり壊しちゃダメなのか？ No。 どうなんだろう、ライザー。考えてはい。無限の心臓で敵対行動を感知。防衛飛行作動。
無限の心臓で敵対行動を感知。防衛機構作動。おお、なんかい。また。今度はなんだ？私たちの敵意がバレた。What in the actual? まあこうなるじゃろうな。チッ、どの道こうなってたと思えばきつくもね。まずは無力化するしかないということか。心臓部の守護者だ。手強いぞ。はい。Okay, boss fight time.決まりならフォーレのやつはみんな得意なんだ。そこに任せろって。お願いパピー。わかりました、ナイサさん。I forgot to give ビバビ enemy boost。これに任せろパピー。近づけないでさ。燃えるがいい。私の力使ってください。今使うべきものは発動します。まだまだ今なら鍵を作れるじゃないですか。私が行くよパティ。そこだ、せーの。まだまだだ、行っちゃいなさい。まだまだ終わりだ。そこだ、やれないんだから。There you go, you're up. High enough AP, man. これを使うべき時ですね。問題ない。任せろフェデリーカ。ライザさん、お願いしてもよろしいのですか？もう一丁。もう一丁。今なら行けそう。任せろライザ。任せろライザ。ケイン、みんなに力を与えて。始めるよ。Fine. I'll use my last twisting key on this dude right over here. Phantom Wing key. Okay. This is the end. やるよ。これで決める。それ。突撃だ。それそれそれ。お次はこれで。いけ。よし、今だ。そりゃ。力を一つに。フォトンクエーサー。これでおしまい。Okay, that's the end. Nice. Done and dusted. And I got a rare key from this enemy as well. 無限の心臓で敵対行動を感知。防衛機構作動。無限の心臓で敵対行動を感知。防衛機構作動。どうする？これは下手すると敵が集まってくるんじゃないのか？ライザー！
さっき何か考えがあるって。うん、さっさと済ませて先へ進もう。やはり万象の大天にまみえるつもりなのだな。当然、ここまで来たんだからしっかり最後まで確かめて決着をつけるよ。それはいいから、なんかやるんなら早くしてくれ。後方の通路から多数の気配が迫ってくるぞ。ライザー急いで。わかってる。さあよろしく。A new key has been formed. これまで身につけた技術があればいける。みんな、うまくいったよ。奥に突っ込むぞ。パトリチア、ディアン、左右を固めよ。フェデリーカも遅れるな。おう。皆さんも早く。お、手際いいな。こっちも負けずに行くか。ああ、遅れを取るわけにはいかねえな。あ、暑い。走るのが大変。ライザー、こっちだよ。Right, this is it. The final showdown. ライザー、この門の向こうって、うん、いよいよお出ましみたいね。After this point.It's okay. Let's freaking do this. To the point of no return. What the hell is this? This is the code of the universe? Nanji, arata naru mono yo.至れ、偉大なる大天に一葉の知識を書き記す栄誉を与える。結局ここまで生き残りは誰一人いなかったね。ついてきたカラさんには悪いことしちゃったかな。何、獲物が絶食したかどうか確かめるのもまた狩りの作業、あるいは作法というものよ。誰もいないところでこの機械だけが動き続けて錬金術師たちの生涯をめちゃくちゃにしてきたんですね。私思うんだ、もしこいつがいなければ世界にはもっと錬金術が広まっていたかもしれないって。そうだね、英知を追い求めた者はみんなここに招かれてその人生を狂わされ続けてきたんだ。その傲慢な姿勢が今の世の中にまで根を張っておる。根絶やせねばなるまいよ。しぶといもんだぜ、まったく。何時、新たなる者よ、至れ。偉大なる大天に加われば何時の知識は永遠に残る。時代に貫徹した錬金術師を誘んだっけ。よくもまあ懲りずに何百年分も奪ってくれたもんだ。奪った知識は読む者も生かす機会もない蔵の中にいたずらに閉じ込められただけ。つまりは略奪と私蔵だな。ここから逃げた人たちはどうしてこの機械を止めず奪うに任せていたんでしょう。この機械こそが彼ら一派の心の拠り所だったんだよ。
英知の神殿というのは誇張でも何でもなかったんだ。それほどまでに固執して絶対に健全な状態じゃないよ。暗礁の大天に栄えあれば、導きに行こいし汝、時に身を捨て去るも永遠の栄誉はいたわりを賜わん。いろいろあったけど、やっぱりただの悪党だったぞ。みんな難しく考えすぎてると思うな。それはまあそうかもな。ただ単純に片付けるにはやった悪事があまりにも多様すぎたってことだ。過去に伸ばした手、過去から伸びた手、今も伸びる手、全てが絡み合い今を引き倒してきた。だが、うん、それもここで終わらせる。そしてみんなが前を向くんだ。暗礁の大天で敵対行動を感知、防衛機構作動。暗礁の大天で敵対行動を感知、防衛機構作動。血を頬ぜぬ者よ、偉大さに服さぬ者よ、何時晩鐘の大天の重きを知る。命もて贖え。 Alright, this is it. Final boss! その血を振り I'm pretty sure I gave Lila a... Liza, that's got the credit. Moheru ga ii! Onegai, Patty! Wakarimashita, Liza-san wa ichigo! I'm pretty sure I gave Lila the best armor available. Okay, that's painful. Okay, switch. Oh no.Good.私としたことが始めるよ。いけ！よし、今ならいけそう。重大な損傷ですね。ライザーの蹴りではないぞ。どれにしようかな。おりゃ。大盤振る舞いよ。ありがとう。どれにしようかな。鍵の力を使えば。 Wait, I only have this. Oh my gosh. Use. これに決めた。さあ、行くわよ。I should have brought in the buff, please. Doing quite a number of damage, though.
Wait. What the? Why is not receiving any damage? Excuse me? Yikes. Mazui, kono mama ja. Oh. But how? ありがとう。みんな準備はいい？Right. Base 2. Let's go. 選ばれし錬金の術師。その英知を加えて。とどめだ。どれにしようかな。Start back at T level 1? Are you serious? Enough. Incoming. Oh gosh, Patricia down. I want to end this using Ryza's ult. You know what? Screw it. I'll just use the items to end this. I wanted to end this fight with the Fatal Drive though, but. Toku itare. Nani yue
服さぬのか。何故栄誉を。I wanted to end this life in the Peter tribe though, but 何時新た至れ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 。何故大天の動きを何故知らぬのか。何故何故。Oh, shut the hell up!さあ、行こう。最後はこれで終わりだね。また鍵。これってあの暑い部屋で使ってたやつか。そういえばまだ説明を聞いていなかったが、一体どう使う鍵なんだ。え、アンペルさんが確認してないのか。大丈夫かよ。あんたね、時代に貫徹する錬金術師様を少しは信じなさいっての。そんな長ったらしくて面倒くさい呼び名より、私は良き錬金術師の方が良いと思うがな。そう、実は私もそう思ってたりして。それで鍵はどうなった。おっと、そうそう、これはあいつらの思惑を超える私の最終兵器、名付けて終わりの鍵だよ。ずいぶん物騒な名前だね。単にあいつらの力で作る最後の鍵ってだけの名前なんだけど、まあ、いっか。これは私に干渉してくる力を掴んで生み出した鍵なんだ。さらっと言ってるけど、それってかなりすごいことなんじゃ。ここに入ってくるときに生み出した鍵ですよね。うん、でも別の使い道もあって、私に干渉してくる力を逆に利用することで、あいつらが利用してる機械に同調できるんだよ。平たく言えば向こうの機械を操ることができる。ふむ、ということはあの無限の心臓を。そう、あれを止めて、あれに付随する門を閉じる。そうすれば晩鐘の大天から転送される力で動いていた機械は全て停止するというわけですね。うん、それに何より城塞都市、晩鐘の大天そのものもね。Area is crumbling.
そういえば、カーク軍団もあいつらの力でできてたんだっけ。船まで走れ。And there goes Ryza's reckless attitude kicks in again. And Cock Isles is gone.終わったね。Gone. ありがとうを交わし合うのもいいけど、ここはすっきり行こうか。そうだね。ふん、少々惜しいが仕方あるまいな。何の話だ。そろそろ私たちの旅を終えますって話。And そんな、でも俺たちの目標はもう達成しただろう。軍刀も湾港から消えて、交易船の往来も私の来る前の状態に戻りましたからね。何より晩鐘の退店も片付いて、ライザの安全も確実になったし。うむ、旧敵の最後を見とれたわ。千年来の快挙よな。やらなければならないことをやり遂げたんだ。錬金術師とオーレン族にとっては特にな。そうだな。それを終えた以上、いつまでもグズグズしている意味はないだろう。みんながライザの旅に同行する時間は終わり、改めて自分の旅を始める時だね。もう解散なんですね。でも俺は、そうなったらどうすればいいんだ。なら俺と一緒に来いよ、ディアン。便利なもんが何もない旅ってやつを教えてやるよ。本当か。ありがとう、レント。今度はレントが先生側か。二人は決まりだね。他のみんなはどうするの。私は元通りかな。一度お父さんとお母さんのところに顔を出して、また大将と旅暮らしだね。私も同じですね。交易の式に復帰しますが、一度町の様子を見に戻ろうかと思います。僕らは改めて今後の相談をするけど、当面は王都に戻るつもりだよ。はい、そうなります。俺はほとんど卒業が決まっているし、その直前まで村で父さんを手伝うことになるだろうな。私とリラは変わらず遺跡の調査だな。まあそうだな。晩鐘の退店消滅が各地の門にどんな影響を与えたかを調べねば。わらわは戻らねばならんの、ウィンドルへ。まあ今度は特大の土産話もあるゆえ、許してもらえよ。ライザの方はどうすんだ。私は最後の仕上げをしようと思う。夏ももう終わるね。島の心臓に行こう。
これまでに得た技術の集大成を見せるよ。アニメーション。行き先は決まっているのか？Just take the boat. Let's just walk. This is the final. This will be the last time I'll be seeing Cooking Island. Let's just take a walk. Dudes, Omnination is basically the epilogue station. 空間島に来るときはいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが、Finally over.Definitely miss Raiza, Tobia, and Ao. すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。アンペル、クラ。空間島はまだマシに見えるぜ。I'll definitely miss. It just so happened that over here in reality.This, in, right, in this video is recorded on September 20th, so it's technically the end of summer over here as well, so that's that. Just glad I managed to finish this game right before summer. ライザと旅をすると、先々で事件が起こるな。楽しくて良いではないか。会いに行ったら捕まってた人に言われたくはないけどね。Brother. I just hope that once all of this well, there's a new game plus option or something. Thus, may I remind you, I went in this game as blind as well. 勝手知ったる空間島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。はい。The heart of the. I remember this area being my farm, the best farming spot in it. The Razor One. Now there's really nothing over here. Absolutely nothing.Guessing Gus and Koi Tegmo are going for trying to make us farm as for different games farm a different way as much as possible. 空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。
ライザ、何をする気なんだい？うん、この鍵ももう役目は終わりかなって思って。そっか、島は消えたけどこれはまだ残ってたんだね。でもどうする気だ？前にタオから言われたことを思い出してたんだ。そして今空剣島があの島から受けている干渉、これもきっと流脈の影響なんだ。ふん、晩鐘の大天は流脈に怒りを下ろしてこの地に留まっているわけだが、僕もその怒りが悪さをしている可能性が高いんじゃないかと思ってる。晩鐘の大天は怒りを下ろしてこの地に留まって流脈を利用して力を転送していた。これを空剣島にも利用するんだよ。そっか、なるほど、あの技術を利用できれば。前に私が怒りから力を得て石板を完成させたでしょ。あの時にもしかしたらとは思ってたんだ。試してみよう。あの時のことを思い出して大きな力の流れをつかむ。そして力の流れとこの制御装置をつなげる。これなら宝玉の力を消費せずに今の状態を維持できる。100年どころか1000年でも。それに島全体がものすごく安定してる。怒りが大地と空間とをつなげてるのか。いつかのライザが動力と島の安定化問題を解決したいと言っていたが、ついに成し遂げたんだな。これで最後の仕上げも完了だよな。うん、みんなも付き合ってくれてありがとう。水臭いな、僕らは仲間じゃないか。そうだぜ、ここまでずっと一緒にやってきただろ。ずっと一緒に。Yeah, these dudes were living together except for...そうだね。俺たちも一度戻るぜ。用があったらいつでも呼んでくれよ。うん、私も後でみんなのところに行くね。ちゃんと家にも顔出さないとダメだよ。わかってるよ。This will be the very last time we're heading over to Reza's house.Bobby, really? Didn't expect this.Game take me like about 110 hours to finish the main quest only. The main quest. But then again, to be fair, right, I did try some of the world quests and normal quests as well.
Because I want... Because I kick in on the first half of this game, in terms of combat, it was rough. It was rough, man. I was constantly getting my ass whooped by these enemies. And by the time we entered the underworld for the very first time, That's the moment where I realized, okay, that's it. I can't keep this up. Something's this. By the time I left the underworld for the first time, things just got better at the second half. I got better equipment, I got better items, I got better armor. I will say, world exploration in this game definitely way better than in Ryza 1 and Ryza 2. Like, yeah, that's Mama Ryza. Let's enter the house one last time. このスープはあまり食べたことのない風味だね。なんて町だったかね。ガラスのコップを買った時に香辛料をおまけにつけてくれたんだったよね。サルドニカだよ。なんだか懐かしいな、この味。ああ、そんな名前だったかね。もう前に話したでしょ、私の大活躍と一緒に。覚えているとも。あそこのお嬢さんが直接空間フルーツを買い付けに来たよ。フェデリーカが？なんだか恥ずかしいな。恥ずかしいことなんてあるもんかい。お土産にするって喜んでいたよ。そっか、アルベルトさんやサベリオさん、アンナさんに持って帰ってあげるのかな。お父さん、お母さん。何かな、ライザ。どうしたんだい？急にかしこまった風になっちゃって。もうすぐ、私もこの島を出ようと思うんだ。そうかい。うっすらと覚悟はしていたよ。ようやっと巣立ちをするんだね、あの機関棒が。お母さん、私心配するんじゃないよ。大丈夫、お前のお母さんだよ。ライザの人生はライザのものだ。思うまま広い世界に羽ばたいていけばいいよ。ありがとう、お父さん。旅の中でたくさんの人と出会って、知らないことを知って、私の人生が好きになれた。お父さんとお母さんのことも大好き。私、もっと旅を続けたい。それで探しに行くんだ。何を探しに行くんだい？それはね、バイバイ。Oh, that's a lot of quests, though. Yeah?
Just like in Ryza 2. That's a lot of... Holy mother of G, that's a lot. Okay. Doko he mukau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11?! Let's start from here first. Okay. This farewell is gonna take a while. This is definitely gonna take a while. This one is very weak. あんた何パティ泣かせてんの。違うんだよ。いや違わないんだけど。違うのか違わないのかどっちなのよ。タオさんが、タオさんが。おい。ほら見なさい。学術院に入ってくれるって。Oh. そうそう、学術院に入るとかなんてひど。そりゃパティにあそこまでされちゃね。え、どういうこと？僕の推薦期限の延期をボルカーさんを通じて働きかけてくれたんだよ。一つの条件と引き換えに。条件？ボルカーさんの許しなしに王都を絶対に出ないって制約と引き換えに動いてもらったんだってさ。え、それってもしタオが学術院行きをやめてたら、法律の権威を蹴った在野の学者なんか王都に居場所はなくなるし、下手すれば二度と会えなかったかもね。だって私にできることってそれくらいしか。もう相変わらず無茶苦茶な行動力というか、タオが学術院に入るって決めたからよかったけど。そういえばどっちの分野にするかは決めたの？考古学の方にしたよ。建築、未来はこれからいくらでも積み上がってその場で見ていくこともできる。でも過去というのは埋もれさせない努力がないと簡単に埋もれてしまって、後の人が苦労をさせられる。だから僕は過去に進むよ。やるからには本気でね。パティの行動で僕も厳しい道を行く覚悟ができたんだ。タオさん、ありがとうございます。僕の方こそ。
こんな僕に愛想を尽かさず向き合ってくれてありがとう。これからは僕もちゃんと正面から向き合うようにするよ。おお、そっかそっか、正面からね。これまでできなかった分しっかり取り戻せるように頑張るよ。Okay, personal space time. Tao, しっかりね。Next. Let me check them out.This one and the boss and the waterfall. Ah, Len's house. Right. Now it's empty because Papa Len has went.空き家になっちゃうんだね、レントの家。親父も当分はいねえし、俺も旅暮らしをやめる気はねえからな。不思議なもんだよな、あんだけ出たいとあがいてた孤島の牢獄みたいな場所がこんなあばら屋だなんてよ。今なら一蹴りで牢破りもできちゃうね。いや、牢屋じゃない。俺の家だったんだ。今になってやっとそう見えてきたよ。空剣島もラーゼンボーデン村もそうだ。ここは俺の故郷だったんだな。そう思ってくれるなら交渉もしやすいな。ん？お父さん？お母さんに孤狼まで。カールさん、交渉って？この家を取り壊したり売ったりせず、家主が戻るまで手入れする許可をもらおうと思ってね。え？でも、その、あの親父の家だぞ。分かっておる。最初は無論取り壊すつもりだったが、ブルネン家やこのカールからも申し入れがあってな。えっ？お、ボス？ボスめ、いい格好しやがって。まあ例の島を本当に何とかしてしまった功労者の家ということもあるね。それに若者たちが帰ってくる場所を用意しておいてあげるのも故郷の役目ですよ、カロ。それはその通りではあるか。家の手入れは私とミオがやりますよ。二人が帰ってきた時のパーティー会場だからね、最低限は綺麗にしておかないと。皆さん、ありがとうございます。ん？当分は旅を続けるんだね。はい、連れにもいろいろ教えようと思ってて、今から二人旅が楽しみですよ。もしかしてライザと一緒に行くのかい？いえ、連れはディアンです。
リアン。ああ、あの昔のライザみたいな。ああいう子にものを教えるのは苦労するだろうね。いえ、あいつあれで俺より頭いいと思うんですよ。お母さん、今さらっとひどいこと言ってなかった？Sit down. Most likely Claudia. I have a feeling it's most likely. I could just fast travel over there. Let's consider the fact that this will be the very last time seeing this town. Let's not do that. Let's not. It has been a journey. It has been a journey. Over here. Yep, as expected, Claudia.それがルベルトさんからの返事？随分と分厚いね。事業計画書の採点と入り混じっちゃってるからね。お父さん、指針をそこに混ぜる癖があって。私には分かりそうもない世界だな。事業計画ってのは前にも言ってた？錬金術師を探すことも、薬の信号を見定めてもらうことも、商売になるかはお前の才観次第だ、だって。それはつまり？お前の好きにやりなさいってことだよ。ははあ、私には商人とか絶対無理だな。ライザリン・シュタウト君に甘えてばかりではいけないって追伸もあるよ。実際は私の方が甘えっぱなしなのは秘密にしとかないとダメだね。そうでもないよ。いつか言ってくれた活力を私の方もライザにもらってるんだから。そうなの？うん、私の立てた夢みたいな計画、この道を進んでいいって感じさせてくれてるよ。そっか、じゃあお互い様だね。うん、私も私の道を進んでいくぞ。お互い様で自分の道を進む、だからなのかな。何が？解散宣言の時、自分でも不思議だったんだけど、ライザに一緒に旅をしようって言わなかったなって。そういや、私も思いつかなかったな。でもきっとそれって、うん、もう一緒に旅をしているようなものだから。だね。まあ本当に困ったらやっぱり集まってもらうんだけど。頼るのに遠慮はいらないだよ。そうやって時には離れて、時には一緒になって、ライザも私も他のみんなも自分の道を旅していく、そういうものなんじゃないかな。うん、それじゃ今はしっかり一緒だし、もう少し散歩などお付き合いいただけませんか、お嬢様。はい、喜んで、錬金術師様。What lies ahead?
It might be the very last time. See Ryza and Claudia having their own moment. Right. I believe the next person that will meet up is Boss. Even though it was a rough, it was kind of rough at Gilead one. I'm talking about the relationship between Ryza and me. And it was all because of a misunderstanding. After Boss ended up in the underworld for the very first time, good change for the better. I had to be sure. Definitely marriage related. それは一体どういう？そうまで心に決めとるのに、なぜ私に話せん？よほど都合の悪い相手だと思われても仕方があるまい。だから、そう簡単に見せたり話したりできる人じゃないと言っているだろう。なん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 。やばい。何？やはりお前かないぞ。お前だからボスは黙っているんだな。だから絶対に違う。そうなのか。すっごい傷つくんだけど。っていうか、私だから黙ってるってどういう意味なんです？いや、それは特別な意味など。とにかく連れてくるだけでも大変な人なんだ。今は俺を信じてくれないか、父さん。ボスさんの心に決めてる人ってお前も知ってたりするのか。あんたね、今までどこに。まあ、私も母さんとは周囲の反対を押し切って結婚したこともあるし、家柄にはこだわらんが、いいだろ、お前の目を信じる。ただし、いつかちゃんと島に連れてくるように。分かった。約束する。ありがとう、父さん。Next. Okay, fine. I'll take this time. なるほど、こちらですね。The driver. Get first. Oh, Agatha. Agatha 姉さん。ライザか。すまん。早速聞きたいんだが、例の島が突然消えたのはお前たちの手によるものか。いや、まあね、いろいろあってね。そうか、経緯はよくわからないが、最近は驚かされてばかりだ。だが本当に助かった。もうあの島のある生活を受け入れるしかないかと思い始めていたところだ。そういうわけにはいかないんだけど。まあ
説明しようもないだろう。そうだ、モリッツさんなんてこれだけ人が集まるならカーク群島を観光名所にするなどと言い出してな。は？危うく本格的な調査隊が結成されるところだった。お前たちのおかげで立ち消えになったよ。モリッツさんらしいや。ボス is gonna be pissed。 たくましいよな、あの人も。父さんには事情を説明しておくべきだったかもな。たくましいか、アガーテ姉さん。本当にたくましくなったよ、お前たちも。少し見ない間にまるで別人のように成長する。その速度に置いていかれてしまった。もう私がお前たちを守ってやる必要もない。もうお前たちを子供だと叱る必要もない。誇らしくもあるが少し寂しいよ。どれだけ大人になったって、どこにいたってアガーテ姉さんへの恩を忘れることはないよ。だからありがとう。ライザ、ほら今はもう忙しい身だろ。私と喋ってないで早く行け。 Trying to hold her tears。 Knows they all these dudes are all grown up。From being a troublemaker back in the Villarizer 1, these dudes have become a much dependent people in Riser 3. Her and Appel. 確認のため、この島の近くにあった門、隠された入り江のものを再起動させてみた。どうだった？再起動の条件を満たしても門は動かなかった。おそらく晩鐘の大典崩壊の影響だろう。本当？結果としては万々歳だけど、なんでクリント王国の作った門まで止まったんだろう。もし門を開く技術が同じ根に発していたものなら、晩鐘の大典が倒れた時共に倒れたのかもしれん。あそこから出た人が後の時代に入り込んだって話だね。座標の特定に大典を使ってたのかな。理屈はいろいろ考えられるが、まずは他の地で私たちが封じてきた門を確認してからだな。ここだと大典崩壊と距離が近すぎて、その影響かどうかもわからないからね。ああ、まだまだ遺跡を巡る旅は。もうぐる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 首がもげちゃうよ。二人ともなんで今さら気まずくなってんのさ。気まずくなんかなっていない。今まで通りが取り戻せていないだけだ。落ち着いて考える機会が増えて、互いの立場の変化や発言や行動の結果から距離感を測りかねているんだ。それを気まずいって言うんでしょ。どうせすぐ戻る。少々種類は違うが、喧嘩なら過去にもあったし問題ない。本当かな。もうすぐ出発の時期だよ。そんな調子で旅なんかできるの？あ、そうだ、もう結婚しちゃいなよ二人とも。今ならみんな簡単に空間島に集められるし、ちょうどいいんじゃないの？私はオーレン族だし、お前たちの儀式に食らう。大体私たちは年を取るのが遅いのだから、そんなことを焦らずとも良いのだ。じゃあ結婚は諦めるけど、せめてちゃんと二人で話し合ってよね。お別れの日にそれじゃしまんないよ。いいだろう、得意ではないが。
私の方こそ好きにはさせん。これで本当に未来に向けて翼は飛んでるのかな。Right, right. Okay. Next stop. サドニカ。どちらへ向かいますか？少しのんびりできそうですね。百年祭はありがとうございました、ライザさん。おかげで素晴らしい催しになったと思います。フェデリーカこそお疲れ様。私たちも旅立ちの前に楽しい思い出ができたよ。そう言っていただけると嬉しいです。百年祭の名残は今やこれ一つですが。十分じゃない？本当に綺麗な、この街を象徴する像だと思うよ。虚心な感想ほど胸にしみるものはないな。顔を出してるなら言ってほしいな、錬金術師殿。水臭いぞ。いい仕事だった。そうはっきり言える機会は交渉の生涯でもそうはないが、こいつは例外だよ。発案から試行錯誤、その製造の経緯までもがまさにこの街を表現していると言っていいだろう。そうですね。そんな作品がついにこの街に生まれた。ずっと考えていたんです。この融和を果たせた時、ランベルティー家は役目を終えるのだと。おいおい、冗談はよせよ。冗談ではありません。幸いランベルティー家は私一人、さほど影響力もない今が町のために身を引く機会。町の指導者がそうも後ろ向きでは、我々の計画も見直しが必要かもしれんな、サベリオ。それは困る。いろいろ準備してきたんだぞ。各地から届く就任祝いの甘味はもう船の上だ。あ、一体何の話です？この融和を果たせた時の計画を立てていたのは代理だけじゃないってことだ。代理自身がどう思っているのかは知らないが、百年祭の大成功は誰にも文句を言わせない実績だ。若くして両派の融和を果たし、百年祭を成功に導き、町の象徴世紀の彫像製造に多大なる功績を残した方。フェデリーカ・ランベルティに両派より正式に交渉組合長への就任を要請いたします。お、町の開祖に習い、錬金術師ライザリン・シュタウトがこれを見届け、また承認する。返答はいかに？ライザさんまで？しかし私は。いいから引き受けちまえよ、お嬢。肩書きは肩書き、お嬢の好きにやりゃいいんだ。そうとも、作っていこう、私たちで新しいサルドニカとサルドニカの工芸を。マリーリッチプシュートビデリー。返答はいかに？ Is accepted. 慎んで要請をお受けします。ふつつか者ですが、どうぞヨシナに承認する。よっしゃ、祝宴の準備だ。ふう、逃げ出されないかとヒヤヒヤしたぞ。まったく、ライザさんまで巻き込んで。あれ、やっぱバレた？当然です。こう見えて交渉組合長ですから。
Wait. Oh man. Hold on. Let me try to figure out how to head over to. Yeah, this way. Okay. アンナさん、忙しそうだね。あ、ライザさん、皆さんも。そうですね。今は大成変更のためのもろもろの手続きと調整で、てんやわんやで。ちょっと間が悪かったか？あ、いえ、私も少し休憩しようと思っていましたので。よければ少し。お話できませんか？もうすぐ旅が終わると聞きました。そうじゃな、近いうち解散することになろう。私は皆さんの旅がどのようなものだったのか詳しいことは知りませんが、でも素晴らしいものだったということはわかります。ほう。組合長代、いえ、組合長の佇まいが明らかに昔と違いますから。前に表情が前向きになったとお話ししたことがありましたよね。いや、うん、覚えてるよ。あの時はまだ明るくなったなって、それくらいだったんです。今の組合長は立派です。自信を持って職人たちの前に立つようになった。昔からみんなに軽く見られないよう見栄を張っているところがあったんです。ただでさえあの子は若いから。そうだな、空剣島で出会った時からそうだった。それが変わったのはきっと皆さんが旅を通して素敵な経験をさせてくれたからなんだと思います。ふむ、間違ってはおらんが正解とも言えんな。どういう旅路を共にすると言ってもその中でどう成長するかは本人次第じゃ。我々が経験させたのではない、あの子が受け取ったものを正しく消化したその結果に過ぎんよ。そうですか。それでも皆さんには感謝をしなければいけませんね。どうかこれからも彼女の良き友人でいてあげてください。うん、もちろん。 Right.Next. Okay. What am I facing? Oops.なるほど、いいんじゃないか。はい、探偵 head over to village of Hori。We will be meeting up with... Yep, that's right. ネアドロさん、こんにちは。ライザ殿、みんなもよく来たな。もしかして忙しかったですか？いや、気にするな。賢者様に比べれば大したことはない。へえ、そんなに。さらなる器具の研究改良、そして今は動き出した移住計画のために新天地の検討や視察なども進めているからな。もう動き出したの？
遅いくらいだと源者様は笑っていた。ずっと停滞していた里だからな。順調なんですか？どうだろうな。何せ今までは避けてきた変化だ。新しいことを始めるのはこんなにも力を必要とするのだなと学ぶ日々だ。そう言いながらでも少し楽しそうに見えますよ。はあ、心地よい疲労感だ。私たちは今回の件で学んだ。岐路に立たされた時、人はどうしても安心安全な方へと逃げて変化を避けようとする。だが時にはその状況を破壊し一歩を踏み出さなければならないとな。そうですね、気持ちはよくわかります。僕も今回の旅を通して迷いの一つに答えを出すことができそうだから。過去は我々に仮初めの安寧を与えてくれた。だがこれからの未来は我々自身で掴み取っていかなくては。これから先もネメドに訪れることがあればいつでもフォーレの里に寄ってくれ。歓迎するぞ。うん、ぜひ。ただし次に訪れた時は里が別の場所に移っているかもしれないがな。 Alright, let's head in Chief's mansion. レントについて外の世界を見て回ってくる。里のみんなに恥ずかしくないよう振る舞うぞ。そうか、気負わずともよい。できることできないこと双方を見極めるだけでも旅の価値は十分にある。ついでにこの里が何とかやっていく方法も見つけてやるから待っててくれ。やれやれ、ライザ殿、どうかレント殿にはよろしく伝えてくれ。うん、でもレントはディアンのことを褒めてたし、そう心配することもないと思うよ。だといいんだが、本当にレント殿だけなのか？頼み込めばあと 2,3 人同行してもらえるのでは。デアドラ、俺はフォーレ一の刃だぞ。まあまあ、喧嘩しに帰ってきたんじゃないでしょ。ディアン、奥にレント殿や他の方々への礼物が用意してある。持ってこい。なんだよ、俺だってライザネーとカミオノの奴らと戦ったんだぞ。腕っぷしは強いが根気がない。源者様、地頭は悪くないが勉強という行為が嫌いなのだ。レント殿には本を与えるような真似は無駄と伝えてくれ。え、また新しもの好きだが飽き性でな。飽きた後元の持ち物を惜しむので古い方も捨てぬように。戦士としても単独で動くと勘ばかりに頼っている。相手が上手だった時これではどうしようもなくなる。オッケー、そうか。このように欠点だらけで実に心配だ。それでも飛び出たいというなら認めねばならぬ。あの子の親代わり、いや親なのだから。あ、源者さんも実はデアドラさんと同じくらい、もしかしたらそれ以上に心配してたんだね。レント殿には何より命を惜しむ心をあの子に叩き込んでもらいたい。どうか安心して。レントも私も教わったリラさんの戦士の心得は安全第一ですから。礼物ってこの小さい箱だけか？こんなの自分で持ってこいよな。ディアン。なんだ源者様。
風邪をひくなよ。やばしめの。そんなの分かってるよ。なんだよみんな、変な顔して。It's a secret。親の心こしらずってやつだね。私はちゃんと分かってあげてるかな。OK。Next stop。話して、うん。お前らしいな。We might be meeting with Kyo first. This area I kid you not gave me. It was rough. I'll just go down.Yeah, it's better if I mean, you guys just realized, man. Ever since we defeat the Code of the Universe, not a single random quest at all. But then again, the game already gave us a warning that once you defeat the Code of the Universe, that's it. End.3人揃って何を話してたの？種族間の情報交換じゃ。と言ってもたわいもない雑談じゃよ。オーリムの再生を加速させるためにもより強固な連携が必要ということでな。そっか、白牙、霊気、ソーハ、みんな違う種族だもんね。各地の状況を伝え合って、困った時は協力し合う。以前より綿密に連携すれば再生は今よりも進む。時間はかかったけど確実にかつての光景は戻ってきてる。そっか、かつてあの門を通じてこの世界に様々な悲劇が舞い込んだ。今もオーリムには君たち人間をよく思わない者たちも多く残っている。だが歴史には表と裏があり、常に移ろいゆくもの。常に今を見つめることを忘れてはならない。からの受け売り。まあそう難しく考えずともよい。盲目的になるなということじゃ。悪しき錬金術師がいれば良き錬金術師もいる。お主のようにな。そう言ってもらえると私も嬉しいよ。これから先私たちの世界とオーリムはどう関わっていくのかな。未来のことは私たちにもわからないけど、一つ言えることがあるとすれば、二つの世界、二つの種族が良き隣人としてこれから先も共にあれるよう願うばかり。はい。And we're keeping E for last. あ。Go down. Help.Okay, one last spot. Go to the garden of the fairy of Sol. Yep. He's right over here. Kara さんたちは晩鐘の大典がなくなっても特に変わりはないんだね。ソーサの
暴れ古竜でもオーリムに乱入すればまたそちらへ向かうが、何百年先かわからぬな。風跡はどうなるの？古竜の往来が絶えれば消えるじゃろうが、オーリムもネメドもあいにくと往来は激しい方じゃ。それでも百数十年に一度か。次の竜の嵐までになだめの精がたくさん帰ってるといいんだけど。そうじゃな。できればそなたたちにも聞かせたい。聞かせるって何を？奏派の歌。なだめの精たちが古竜の帰りを鎮めるとき、それは綺麗な音色が響くという伝説がある。いかにもなだめの精を祀る我が氏族名の由来じゃ。長らく実例はないはずじゃが、よく知っておったの。私は歌が好きだったから長老からそういう伝説をよく聞いていた。フィー、あんたたちってそんな素敵な伝説の持ち主だったんだ。なかなか出会う機会がないからこその伝説じゃがの。しかしそなたらであればいつか。なんとなくそう思わせてしまうものがあるの。あるいは旧敵を葬り得たがゆえのひいき目やもしれぬが。私好きだよ、そのいつかって言葉。それに乗せれば何だってできる気にならない？うん、私も好きかもしれない。いつか君たちの世界へ。ふむむ、面白いの。いつか奏派の歌を聴く。そうそう、そんな感じ。いつかフィーと一緒に旅をする。みんなして随分とささやかな。なんだってじゃの。どれも当人にとってはとっても大きなもの。そうそう、そんなもんだよ、願いなんて。いつか、うん、いつかはきっと。はい、What's next?Head to the hideout. 一休みできるかもな。Right. Here goes. しっかり鍵で閉じまり。みんな合鍵はなくしちゃダメだよ。何の不思議な力もないけど、私の特性なんだから。近くに寄ったやつがアトリエの手入れをするだろ。分かってるよ。ライザネーはどこへでも龍脈で飛べるだろ。今はね。でもゆっくり旅してみたい気持ちもあるかな。船旅はいいですよ、馬車なんかもね。今はのんびり街道を歩いていきますか。バイバイ、またね。
One last time. Raisa's at him. ずっと思ってたんだけど、万象の大天一派の辿った顛末って誰にとっても悲劇だけど、別の見方もできないかな。別の見方？門の技術で好き放題にできたはずの彼らは、その行き着いた万能に安住していられなかった。どこかに開けた門へと飛び出す道を選んだ。自分だけの鍵を手に持って。手記によると帰ったという者もいたな。クリントやロテスバッサ、もっと別の国や世界に散っていったかもしれないんだね。わざわざフォーレに帰るような奴がいるのか。そのフォーレのネメドの民こそひどい目に遭わされた故郷に帰ってるじゃねえか。そんな風に長い時の流れの中で誰もが関わり合ってどこかに繋がってるって見方をしてみたわけ。人と人が時を超えて繋がっていく。そうですね。そう考えてるうちに、私も一つ思いを託す繋がりを作ろうって考えるようになった。思いを託す、それは？あいつらのようにならない錬金術の弟子。なるほどな。ライザが弟子をか。こいつは面白い。その誰かに自分はこう考え、感じ、思っていますって語りながら錬金術を伝えていきたい。そのライザの弟子がまた弟子にというわけか。膨大な時の流れに途切れたりかすれたり飲み込まれたりしてしまうかもしれぬぞ。それでもいいんだよ。私が伝えたもののかけらでも誰かが見つけたり感じたりしてくれればいい。お、私たちずっとそんな物事に触れてきたじゃない。声や心のかけらはどこかに残ってつながっていくんだよ。そう、きっと空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない私は暮らしていた。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら、私はライザリンシュタート、通称はライザ、なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も今日とて旅先でこれからを託す誰かを探している。この退屈でなんてことない光景に秘められたどこにでもある痛快で素晴らしいものを伝えるために、いつか仰いだ始まりの青くて深い夏の空を心に遠く描きながら。Ladies and gentlemen, and with that is the end of my playthrough of Atelier Ryza 3. It's been a journey, man. It's been a journey. I would definitely miss the Atelier Ryza series
No, Shadow, no. Although the story is kind of like the story itself is kind of like decent at best. What really kept me going is the relationship, the interaction between Ryza and her friends. That's what make this game interesting, to say the least. And to see these characters grow from Atelier Ryza 1 to Atelier Ryza 3 is just mind-blowing. Granted, I've been playing Atelier Ryza 1 last year and Atelier Ryza 2 early this year, back in January. So it's been like what? It's been a good 1 year journey, I guess. But I'm just glad that I discovered this game, man. It's been a journey, I would say. Playing this game feels like you're going on a journey with these people, I would say. But then again, it's the essence of playing an RPG game, I will say this. And this game definitely captures the essence of you're going on a journey with these people while playing an RPG game. Although the first half of the game, in terms of combat, it was rough. It was really, really rough, man. I got my butt whooped throughout the entire first half of the game, to the extent where I tried my best not to engage any enemies as much as possible. Then, by the time I entered the underworld area for the very first time, I was like, oh, things need to be changed. Things definitely needs to be changed. Then by the time I reach the second half, things just got better. Where I got better equipment, better items, and the combat just feels way much more better. Even though there were still quite a few enemies that gave me quite a challenge. But at the end of the day, I managed to defeat those such enemies. And I'm kind of glad that I went in this game as blind as possible. Because I want to savor every moment of this game as much as possible. Because this will be the very last time that I'll be meeting these characters in the game. Might be the last time. And this is the very final journey, the very final summer of Ryza's journey. Because we have no idea when will be the next time. Because even the from what I understand, right, the devs have clearly said that this is the final Ryza game. After that, there won't be any more Ryza games anymore. And as a matter of fact, right, they already announced a new Atelier series back in like last month or the month before. It's just a sign that we're done with Atelier Ryza. The story is over. The end. Time to write a new story. Still, I would definitely miss Ryza. I would definitely miss the series in general. Even though it's not the best RPG game in general, it's definitely a memorable one. Say this. Keys, compass, lantern.
much, man. Photo. F photo says it all. Right. Just press this one button. Create game clear data. By loading the game clear data, you'll be able to choose one of the following. Just before the ending, restart the game just before the ending. Game plus, start the game from the beginning while keeping the following. Equal coin, equipment, weapon, yada yada. Considering the fact that I haven't got all the achievements yet, so regardless, I'll just save. I'll just create a new game clear data. Just alright. The following elements have been unlocked because the game has been completed. Charismatic difficulty can now be selected. Extras can now be selected from the title screen. Daiza no Atelier 3. 終わりの錬金術師と秘密の鍵。 Wait, before I wrap this up, let's check out the extra. So we have art gallery, music hall, and bonus. Then artwork. Bonus is basically. What about the bonus? Alright, let's at least let's play Ryza's. Ryzarin Stouto 役の野口優里です。これを聞いてくださっている皆さんはクリアしているということでおめでとうございます。はい。私はたった今収録を終えまして、なんか前回の2の時は終わったーみたいなこう達成感がすごかったんですけど、なんか今回はなんかちょっと寂しいと言いますか、なんかこう最後あのナレーション、いつもあのライザーの物語ってライザーのナレーションから始まってナレーションで終わるじゃないですか。なんか5年もう1から撮ってて、結構こうずっと同じなんてことない日々っていうのをこうコンセプトにというかしてこの物語は始まってるので、なんてことない日々とか退屈な日々を打ち破るとかを結構こうもう言ってきていたんですよ。でなんかこう最初の1を撮った時に本当にああなんか面白いことないかなっていう気持ちで言ってた言葉と、なんかこう今それ最後に言ったこのナレーションの言葉は
全然意味が違っていて、なんか今本当にライザの成長を感じたと言いますか、すごく心にグッとくるものがありました。なんか本当にワンを撮った時からは想像もつかないくらいね、このライザのアトリエっていう物語が大きくなっていって、最初はレントとタオと3人の幼なじみのひと夏の冒険っていう始まりだったんですよ。それがね、なんか今もうこんなに仲間が増えて、島の問題に直面して、なんかすごいじゃないですか。なんかそれをね、こう演じてこれたっていうのは本当に一つ、この私が声優になって、なんか本当に出会えて、ライザと出会えてよかったなって思えましたし、なんか感動しちゃいました。はい、あとそうですね、なんかこのキャストコメントとかも、じゃあのワンツーって守ってくださ、あのやってくださった方はあの聞いてくださってると思うんですけど、このキャストコメント、私こういう風にがっつり撮るのってライザのアトリエが初めてで、コメントって何を言えばいいんだろうとかって思ってたんですよ。だから1の時あのめちゃくちゃカンペ用意してたんです。もうあの一言一句何を言うか決めてやばくないですか、決めてたんですよ。それぐらいなんかもう文章のなんかこう語彙力がないからまとめなきゃって必死だったんですけど、で2で、いやそれはいかんと、いや私もちょっとは成長したしって思って、今度はカンペを箇条書きにしたんです。これもちょっと成長だと思うんですよ。そして3、ノーカンペ、もう何も持たずして、今本当にこの収録を終えた気持ちを喋ってます。なんかちょっと泣きそうなんですけど、なんか自分がまさかこんな、なんだろうな、最後のナレーションを読んでこううっと泣きそうになった気持ちになるなんて思ってもなくて、なんか今本当にリアルな気持ちを喋ってます。あのすいません、あのカンペがないもので、あのもう語彙力がないんですけれども、皆さんに伝わっていたら嬉しいです。まあそんなこんなですいません、長々と喋ってしまいましたが、皆さんにとってもライザのアトリエという作品が、あの心に残るような作品になっていたら嬉しいなと思います。ぜひ何度でもプレイして、この世界にどっぷり浸ってください。本当にありがとうございました。以上、ライザリンシュタルト役の野口由里でした。バイバイ。 That's 野口由里、Yuri, the voice actress for Atelier's Risers, comment. In that, and with that, wraps up my day through Atelier Riser 3, Alchemist of the End. And the secret key. Thank you guys for watching. If you guys enjoyed my playthrough so far, I do appreciate a thumbs up on this video. And I would definitely will do a review on a thorough review on Atelier Riser 3, to be nice, because and to be real, I've never ever done a review on a game so far, but I feel like I should really, really do a review on Atelier Riser 3. The Atelier, not just the Atelier Riser,
Atelier series in general, to me, it is a good game. But unfortunately, the Atelier series in general is relatively niche. Still, anyhow, I will definitely talk about it more I will make a video about my thoughts and my review on Atelier Rise of 3. So, do look forward to that. Anyway, I'm gonna wrap this up. Once again, thank you guys for watching. Hope you guys have a good one. Take care of yourselves wherever you are. And I will see you guys in the next video.